ハイレジックス大関チャンネルです。今回は、ちょっと紹介した人がいます。スクール最近ね、山コーチと1対1出したり、いろんな試合の動画出したり、スキル動画をもちろん出したりしてますけれども、スタッフ紹介動画をね全然出してないっていうことでね、もう山コーチは出すぎましたので、今回は、ウィナーズとかで出てた、実践学園の鈴木裕介が僕同級生なんですけど、山コーチも実践学園で、その実践学園の鈴木裕介から紹介してもらった、新しくここにソルビーノフットサルスクールに来てくれた、コーチを紹介したいと思います。はい、どうぞ。はい、マルです。じゃあ、お名前と、はい、まあ、経歴を軽く。はい、本名は丸田健太郎と言います。フットサルは、大学から始めて多摩大学体育会フットサル部に所属してました。で、最後はインカレで一応、全日本優勝することができて、大学日本一を取ることができました。それが最後の経歴ですね。すごいね。すごいよね。まあ、最近はあれかな、まあ、選手復帰は、選手復帰は今月から関東一部リーグのファイルフォックスに所属をさせていただいてますね。順次も同期で、この前、アジア取った日本代表の中に、あの石田健太郎選手ね、浦安の14番のキャプテン、もう彼も多摩大でその優勝したメンバーの一人っていう感じで、ね、すごい同期がめちゃめちゃすごい人たちがいるっていう。他にもいるもんね、F リーが多摩大ね、その同期ね、結構いるんですよ、すごい選手が。まあ、そんな感じで、そんなね、マルタコーチが来てくれて、まあ、基本的に曜日とかはまだ、ね、決まってないです。ファイルの関係とか仕事の関係とかね、あるんで、出現率はまだ高くはなるけど、いつ出現するかわからないと、まだね、そんな感じなんですけれども、すごい、コーチが来てくれたんで、ソルビーノも安心かなと。まあ、なので軟着な体勢をとってるんで、ぜひこの動画を見ていただいている方々はご検討ください。スクールね、検討してください。まあ、ということで、まあ、こんな紹介動画はもううちの、大月クスチャンネルはもうそんなダラダラ紹介動画を撮ってる場合じゃないと、再生数は回らないと判断しましたので、今日早朝です。今早朝、普通に朝午前、全然アップなしの状態で1対1をやっていこうと思います。ということで、山コーチはね、もう飽きました。なんなら山と俺が1対1やってると、かなちゃんもドッキリじゃねえかって始まっちゃうから、もうそれやめます。それやめますんで、まあ、今日は丸とコーチとやっていこうかなと。まあ、丸ドリブラーではない、ディフェンシブ、どっちかっていうと結構ゲー後ろでこう作っていく、ね、ああ作っていくタイプかな。もう石田健太郎くんタイプみたいな感じなんで、まあ、タイプは違えど、まあ、ドリブルはアイソレーションはね、フットサル絶対必要だと思うし、もうやってきてる人なんで、まあ、ちょっと違 うドリブル感があると思うんで、僕とね違うと思うんで、まあ、その様子を見ていただけたらなと思います。一応スクールの中ではね負けてないんですけど、カメラだとまた分からないし、この体調ね、コンディション、もう早朝はねマジで弱い。やっぱり年取るとちょっとね、12個下なんで、僕と12個下なんで、まあまあ勝てるでしょう。勝てるでしょう。ということで、ちょっとアップしたらいきますんで、それでは行きましょう。ルール、いつも通り、5本勝負です。先攻後攻決めて、で、まあ、今日キーパーいないんで、この体育館をねちょっと利用して、制限をつけようかなと思います。ちょっと抜いてシュート、それはね本当望ましいんですけど、それキーパーあってなんで、今日キーパーいないんで、ここ、まあ、ここスタートして、まあ、リターンして、まあ、ソルビーノっていう大津キックス式ドリブルをして、ここですね、ここの線をこうやってからシュートゾーン。だからディフェンスはめっちゃハイプレッシャーかけて、ここの線のよりも後ろで取り切れば OK だし、ここからシュート打てない。ただ行き過ぎたら抜かれちゃうな、これな。そうですね。ちょっとそのリスクマネージメントしながらっていう感じですね、ディフェンスは。じゃあ行きましょう。じゃあ先攻を最初は僕、じゃんけんぽい。先攻で。うわー、やばいな。じゃあ行きましょう、お願いします。一回待って。じゃあ1回表裏ね。じゃあ1回裏。
2回もね。裏やるわ。そう裏やるわ。息上がった状態のままのエンディングなんですけど、無事に2対0で、勝ちました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、冒頭にも言ってるんですけど、キーパーいない状態なんで、あくまで1対1です。1対1ね。あくまで1対1。なので、あとしかも、ロングシュート、ミドルシュート、制限も入れたんで、フットサル的な、とか、フットボール的な1対1にはなってないですけど、1対1っていう競技に関して勝ったっていうだけです。ちょっと疲れてていろいろ見せれんかったね。ちょっと見せれんかったですけどまあこれはこれで丸田コーチの紹介動画っていう感じになってますんで、はい、ということでチャンネル登録と高評価、あとコメント、最近いいねちょっとつくようになってきたんで、ぜひコメントもください。 DM ラインめっちゃもらうんですよ。もうすぐ400人ですね。まあゆっくりですけど頑張っていければなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。さよならー。